った時にあ、ガッテンみたいな。俺もガッテンぐらいで英語わかんない。おっしゃーって言って俺が後でインタビューしとこう。え、飛ばされちゃうの。じゃあ大丈夫か、さっき。あ、大丈夫、大丈夫、なんかじゃあコンタクトじゃないよね。コンタクト、いや、ブラガンです。あ、大丈夫か。両方押さえて。あれ、ほら、向こうの相手がさ、突然加速し始めたもんね。いや、つか、俺はサモアの怪人。俺完全にずっこけちゃったんですよ。やべ、俺多分福ちゃん行けるだろうと思って入んなかったけど。さあ、おばさん、どんどん打ってこう。ああ、大丈夫ですか。大丈夫ですか、おばさん。痛くなさそう。今日も疲労困憊。おばさん、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ぶち切れてる。うん。退場者が出る。ああ、すいませんね、一本行きましょう。うん、もう一本打ってるよ。二本打ってるよ。もう怒っちゃったよ。はい、ならないな。はい。ないな、ないな。あの人なんて言うっけ。え、おばあさん。小原じゃないんだよ。おばあさん。そうだよね、おばあさんね。うん、そう。ヒロトさん。そう。ダッツー！関係ない。大好きだね、ヒロさんのシュークリーム。知ってる？誰？ヒロさんのシュークリーム。字が違うだろ、字がきっと。そうなの？ローマ字だもんね。漢字があるよ、漢字が。どう見てもヨーロッパの人に見えない。知ってんの？知ってる？広い広いでしょ？広い日本人だろ。で、シュークリームの方がほら弓編の方だ。ユミムだ。違う。ランナーもう一つ。サード。完全にぶっ飛ばされた。無理難題言いやがって。そうかな。行きそうじゃねえこれ。行かねえか。ゴー。あ、行かねえ。もう行かねえ。完全に疲れてる。完全ぶち切れてる。え、待って。完全おばあさん後で帰っちゃった。点差からしていかねえやだ。え？点差からして。スリーボール、ツーストライク。あー、千葉さん、いいとこ。完全におばあさん帰ってきたら、バーミヤンでぶっ飛ばされる。俺か。あー、オッケー。はい、ナイス。よし、今回回したね。あれ、走ってるよ、ほら。盗塁。おばあさん、盗塁。師匠、今盗塁、うん、パスボールは盗塁しない。フォアボールでしょ。あ、フォア、うん、フォアボールでの盗塁ありだよ。1塁ランナーチャンスだよ、チャンス、初盗塁。あー、危ないっすね。あれ、ノーアウトだね。調子悪いね。ノーアウト。仕事がうまくいかなくてさ。マジで。レバーダメだから。違うよ。なんで全てレバーなんだよ。レバー以外だいぶ売ってるけど。でもほら、あれかなり売り上げ的には占めてないの。全然か。全然だよ。全然なんだ。一日に注文来るか来ないかだ。そうなんだ。それはあの人レバー毎日食う人いる？やばい、かったわ。うち中華料理屋の方が多いから。ああ、焼肉屋めんどくさくて焼肉屋。でもさ、中華料理結構あるよ。レバー使う。豚レバーでしょ。ああ、そうか。牛レバー使ってるとこもあるけど。ああ、なせなせ。仕事はスムーズなんだけどさ、うん、従業員がね、中国人、一人免停になっちゃって。あら、ダッキョー！おい！いいドライバーいないかな。ドライバー結構営業。おー、よく見たね。おー、ナイスフォアボールか。なんで彼がいつも際ってくるの？飛ばねーな。好きなプロっぽいの好きな。パスボール5ね。おい、おい、抜けた。千葉ちゃん、ゴー。なんで？おー、ない。
なら、なら、あれ何オーバーダーしてんの。オーバーダーしてんの。あれ、まあゴーどんまいリリ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 リああいう時は行きそうだなと思ったらスライディングしちゃって、うん、終わりか打て打て打て最後だ最後だうってうって何食べるの。あっ危なんだよ、こっちレディがにトンボ当てうん、いいね、いいね。もう一丁、もう一丁前にね、前にあね、もう一人行こうよ。打っちゃえ打っちゃえ俺に回して初球初球俺も回せ3番どうさあ待してこれで走塁アウトになったら禁止してくだぜそれ行こう牽制アウトだボール3マッチ打っちゃえ打っちゃえ次時間ないよーん